アイメリーク州はパラオ共和国の州の一つ。州都はモンガミ。面積は約52平方キロメートルで人口は334人である。アイメリーク州はロマンとメトチェル国際空港からごく近いところにある。アイメリーク州にはパラオ最大の発電所がある。マドーム村にはパラオで最も強力なタンパラジオ局がある。 それらは主に9から15メガヘルツの帯域で運用される。日本統治時代は南洋町熱帯産業研究所や南洋宅色の農場など各種農場があるところとして知られていた。アイメリークはバベルダオブ島の生誕の密林山岳地帯に位置するため、マングローブ、湿地、起伏のある丘など様々な地形がある。アイメリークにはアイムル、キーレッジウィー、 ジェマッケンジェルそしてマドームの4つの村が属している。北の境界はタブシーディング川であり、東はライルケダムであり、南東の境界は1キロメートル以内の尾根に沿ってある。アイメリークの観光名所はアイメリークバイで入れ墨をした工場の女神が描かれた入り口がある。また、ケズという農業と村の防衛のために建てられたと考えられている。 人口断球が残されていることでも知られている。アイメリーク・バイ・アイメリークはパラオで最も歴史のある集落の一つである。アイメリークは戦士、モルサルが埋葬された場所として知られている。ここは現在アイメリーク・バイの近くにある。ここへはコンパクトロードを通ってアクセスすることが可能である。モルサルの墓商業と農業の大部分は都市からの需要である。 ほとんどの農場は充実しているが、アイメリーク周発の牛放牧地を確立する試みもあった。しかし、パラオの土壌、飼料及び機構は放牧牛の作戦には不向きだった。教育省が公立学校を運営している。アイメリーク小学校は1948年に設立された。コロールのパラオ高校はパラオ唯一の公立高校なので、 このコミュニティの子供たちもそこへ通っている。州内のほとんどの道路は最近完成したコンパクトロードを除いて未舗装である。ありがとうございます。